皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学方程式の6回目、今回は小数を含む方程式、この解き方をお話しします。小数を含む方程式、これは両辺に10とか100、こういうものをかけて x の係数、これを整数に直してから方程式を解きます。では例を使って説明します。 0.3x-1.2 イコール 0.5x たす 0.2 と、こういう式ですね。この方程式 x の係数を見ると左辺が 0.3、 右辺が 0.5 になっています。じゃあ10をかけるか100をかけるか、どうやって決めるかというと、小数第何位までの数か、これで決めます。 0.3、0.5 どちらも小数第1位までの数なので、これは10倍します。両辺に10をかけます。もしね、x の係数が小数第2位だったら両辺を100倍すると、このように考えてください。さて、じゃあ10倍しますね。括弧 0.3x-1.2 括弧かける10と、こう考えます。こちらも括弧 0.5x+0.2 括弧かける10と、このように計算していくんですね。分かる人はここの部分は省略しちゃって、一気に 3x-12 は 5x+2 と、このようにしちゃって構いません。さて、これを移行します。 x がついている部分は左辺へ、数字の部分は右辺でしたね。移行すると 3x-5x イコール2+12と、両辺を計算します。 3x-5x-2x ですね、イコール 2+12 は14となります。マイナス 2x は14なので、両辺をマイナス2で割ります。つまりこう考えればいいんですね。マイナス2分のマイナス 2x とマイナス2分の14、まあ14割るマイナス2ですね。こういうことです。で、これ約分して1になっちゃいます。こちらは約分して7になって、ここにマイナスがついてるのを忘れないでください。ですから x イコールマイナス7、これがこの例題の方程式の解ということになります。まず両辺に10とか100をかける、10をかけるときには小数第1位までの係数、小数第2位まであったらこれは100をかけるということですね。そして計算したら移行すると、文字は左辺、数字は右辺でした。そして両辺をまとめて解を求めると、このようにやっていきます。では後半では実際に練習問題2問解いてみますね。練習を2題解いてみます。括弧1、0.01x+0.12 は 0.05x-0.2 と、 x の係数を見ると0.01、これが左辺、こちらは右辺は 0.05、 小数第2位までの数ですから、これ両辺を100倍します。括弧して 0.01x+0.12 括弧かける100イコール括弧 0.05x-0.2 括弧かける100と、もう分かる人はここの部分は省略して構いません。100倍すると x+12 イコール 5x-20 になります。移行します。
5x を左辺、12を右辺に移動すると x-5x イコールマイナス20マイナス12、それぞれ左辺右辺を計算します。-4x はマイナス32となります。 x の係数はマイナス4なので両辺をマイナス4で割ります。つまりマイナス4分の、このように考えればいいんですね。そうするとこれ約分できちゃって、こちらも約分すると、8になって x イコール8というのが括弧1の解ということになります。ここはマイナスの数割るマイナスの数になるので、これは正の数ですね。では括弧2番です。 0.6x-4 は 0.3x+2 です。 x の係数は左辺が 0.6、 右辺が 0.3、 小数第1位の数なので、ね、小数第1位までの数なので、これは両辺を10倍するんですね。つまり 0.6x-4×10 は0.3x+2 ×10 と、先ほども言ったようにここの部分は分かる人は省略しちゃって構いませんよ。これを計算すると 6x-40イコール 3x+20 になります。移行します。 6x-3x は 20+40 と、 6x-3x は 3x ですよね。 3x は 60 と、両辺を x の係数の3で割ります。つまりこういうことですよね。ですからこの2番の解は x は20とこうなるわけです。小数を含む方程式、両辺を10倍100倍して x の係数、これを整数にしてから計算していく。今日はこのことを覚えてください。今回も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。